インティリティアレナはノルウェーのオスロにあるサッカースタジアムである。施設はボレレンガフォトバルが所有し、男子チームと女子チームがホームスタジアムとして使用する。ボレレンガはビスレットスタディオン、ウレボールスタディオンなどをホームスタジアムとして使用してきたが、2015年にクラブ所有となる新スタジアムの建設が開始され、クラブ創設104年目にあたる2017年に、 完成した。2017年9月9日にボレレンガの女子チームが所属するトップセリエンのコルバン戦で会場し、ステファニー・バードヤが記録したスタジアム初得点などでボレレンガガニから0で勝利した。この試合にはトップセリエンの最多入場者数記録を更新する3541人が入場した。9月10日には男子チーム最初の試合となるエリテセリエンの サルプスボルグレイ8戦が行われ、1万7000人以上が入場したが、1から2で敗れた。スタジアムは、ボレレンが文化スポーツ公園の名前で会場したが、2017年10月9日に、オスロに本社を置く、テクノロジー企業、インティリティと10年間のパートナーシップ契約を結び、インティリティアレナに解消された。ありがとうございます。